こんにちは、ネットビジョンの本部です。今回はイメージジェネレーター SVO02 の説明をいたします。 SVO02 はカメラセンサーのエミュレーションをする装置です。 SVO02 はこちらのボードとソフトウェアの一対になっております。では早速動かしてみます。 SVO02 を確認するために今回は SVI06 を使用しまして画像の確認をいたします。SVO02 のソフトウェアを立ち上げましたら、次に今回使用するファイルをオープンいたします。今回は 640×480100 枚の画像を使用します。この画像が出ましたらこちらの方に100枚とこう書いてございます。で、次にセレクトでボード番号を指定いたします。次にセッティングで、ここが一番重要なところなんですけれども、8ビットデータを30フレームで出力するために H と V のピクセルクロック、ピクセルとラインの方を設定いたします。これで30になりましたらセットをしまして、次にピクチャーセンドで、今こちらの画像をこちらのボード側のメモリに転送しております。で、こちらでボードの転送が完了しましたら、ボードの転送が完了しましたらコンプリートになっております。で、次にコントロールで1から100枚までの画像をシンクモード、こちらがシンクします。で、インフィニティで繰り返し出力するをプレイにしますと、このように絵が動作しながら波形が出力されていきます。で、次にSVI06 側ですね、こちらの方でこのように表示されまして、 640×480 の画像が30フレームで今表示されております。ここまでが基本的な使い方ですので、あとはマニュアルを見ながらお使いください。以上です。